うん、初めての日本シリーズで負けた時に監督土下座したじゃないですか、うんはい、コーチに開口一番土下座ですよ。みんなようやってくれたって言って 目の前で見て、要するに勝てなかったのはもうわしの責任だっつって、すまんかった申し訳ないって言ってバッと謝ったんですね。選手には言わなかったのコーチには言ったったね。まあそんなことはそれ以外あんまりないないね。僕をぜひ使ってください、次から次選手のそういうメッセージを監督さんに見せたら、もう本当にうるうる来ちゃって、カメラアップアップっつって思わず言って、何がアップじゃーとか言われて。その監督時代のお話としてやっぱり忘れられないのは、就任2年目ですか、見事にあのセ・リーグ制覇優勝もされたわけですけれども、木村さんやっぱり一つのターニングポイントはやっぱり札幌のあの連敗っていうのがありましたかね。連敗、あ、うん、あのあれですよ、源氏が逆転すぎがされた、さよなら打たれて、辰徳原に打たれて名古屋に帰れんようになって、お前らだけでミーティングやれって言われた。6連敗でしたっけあれはね。5連敗6連敗かな、ね、そうですね。で名古屋帰れないって言って、飛行機がもう間に合わなかった、ね、伸びて伸びて、あな丸山球場ですよね、はい、それこそ。それ帰って休みだったのは、要するにお前らでちょっと打開策考えろって言われて、あユニオン来たまま飯も食わずに。あったな、その時はミーティング普通やるんですけど、ミーティングなかったんですよ、うん、もういいっつってね。毎回あの試合ごとにミーティングっていうのは必ずやってたんですか。必ずやってた。試合終了、はい、ね、それもすごいですよね。すごいです。で反省すべきは反省して勝ち試合でもっていうことですね。そうです、そういうことですね。でもあんまり詳しいことは言わなかったよな、うん、細かいことはバンバンって言って終わりだったんですよね。でその時はね、普段はやるのにやらなくて、でも解散をして、そしたらコーチだけ残れってなったんですよね。ああ、それはあったね。コーチだけ残って、うん、でこれどうするやーっていうことになって、ああ選手には言わなかったのコーチには言ったったね、はい、で結論かなり言われただぜっていうこと で監督もプイーッと出てちゃったのね。でコーチの皆さん方で話し合ったと、はい、延々と引用したままでね、えあったね、それね。もうどうしようかこうしようかです、はい。それで3時間ぐらいいろんな意見が出てあったね、これ。それで最終的にこれでいこうって言ったのが全力疾走です。そう柴野さんが言ったんですよ。そう言ったのは柴野さんなんですよ。そうどうしようって結論は出んで、もう出ない。それで練習ったら3時間ぐらい走っとるだけ、それで終わり。いやそれで監督が帰ってくるまで福田と島野さんと待ってたわけです。それで12時ちょっと前に帰ってきましたよ監督。で俺の部屋で来いって言われて、結論出たかって、はいこういうふうで、じゃあ島野さんから、いやお前から言えみたいな、明日から全力疾走ですって何って言われました。大人が3時間4時間しゃべって話し合ってそれかそれかいやこれ基本の基本ですよって、それを本当に柴野さんはやらしたんだから、それは。それで名古屋球場に次の日名古屋空港着いて直行で名古屋球場です暑い日にランニングだけですよあ2時間か3時間やってたよ。2時間半ぐらい走るだけ、もう原点に戻ろうということで。なるほど。そんなことがあったわけですね。そこから7連勝ぐらいしたんです。そうですね。そこから連勝。そこで負けてまた8連勝ぐらいしたんです。ね、それがもうですかターニングポイントっていうかね。そうそうそうです。ここで優勝したんです。そういうことですよね。それでもうこうなると全力疾走やりますって。あ、なるほど。またかって。いいですねそれ。そこから優勝したことない。実は僕もあの時札幌に行った。中継もやってたんですけど、あの最後の試合の時はベンチリポーターだったんですよ、はい、であの試合が伸びに伸びたんでしょ。伸びました。僕飛行機の切符を取ってもうその日に帰るつもりだったからキャンセルでしょ。途中でいやもうベンチリポーターやめて帰ったんですよ。もう帰れって飛行機代もったいないからで僕は帰って、だから途中からあのベンチリポーターいなくなったんですけど、うちの中継そうですか。僕はマネージャーだったんで、はい、ギリギリどこまでは飛行機に乗れるか
で、うん、もうとにかく最後は電車で札幌駅から電車で行こう、はい、ああそれも何時までに乗らないとダメ、はい、もうダメだ止まる、うん、で全部どんでん売って止まって、じゃあもうホテルもまた言わなきゃいけないし、はい、食事もだし飛行機の手配も全部変えてと、ああ それそういう時ってこ うまくこう行くもんですか、飛行機取れましたか、行かせないとダメなんで我々の仕事はそこ できませんでしたはもう許されないところなんで、大変ですねそういう時のマネージャーって、もうそうですね 100% やらないと僕は怒られる、早川さんが叱られてますから、ね、ああなるほど、うん、我々のミスは全部早川さんのとこ言いますからね、だから監督にすればできないことはないっていう人ですからね、ああなるほど、ああなるほど、だから努力が足りんって言われるだけの話、いかなることも、いや なせばなる精神は強いですね、なるほど、はい、でもそれがあってそのおっしゃったようにそこから連勝していわゆる優勝への一つの大きなステップになっていくわけですね、そうですそうです、ものすごい弾みになったところですね、でそこを振り返るときにその札幌があるという、なるほどなるほど、それと今お言葉に出てきました皆さんの言葉の中に島野さんという言葉がありました、この方の存在ってのは本当に大きかったわけですね、うん、大きいですね、島野さんと僕スカウトが同じなんですけど、はい、島野さんは本当にやんちゃ坊主だったんですよ、もう本当にもうスカウトから言われもう一番やんちゃだったのは島野さんだっていうぐらい、だから星野さんと相通るところはどっかにあるかもしれない、はあ、あそうなんですか、はい、でその人がああいうふうにしてガラッと変わったんで、はあ、だからやっぱり星野さんは一目置いてましたね、星野さんがこう選手を例えば叱ったりするそれに対してしっかりフォローするのが島野さん、はい、そういうイメージ持ってるんですけどそれはでいいんですよ、間違いないですね、うん、でもう途中になってくると星野さんが怒る前に島野さんが前に出てわざと怒るふりをしてみたいな、なるほどなるほど、でゲームが終わってエラーしたらすぐにナイト正面ナイト正面を普通に落とすんですけど、うん、落とさないで残してそのまま外野ノックをしてみたりとか、それが一番やられたのは彦野です、彦野ですね、あもう星野さんに帰ってガーンってやられる前に、うん、もうとにかく残れって言って照明つけたままでノックして、うんうん、暗いところでノックですね、もう先手を打つようになりましたね、なるほどね、彦野が一番やられたじゃない、そうですね、うん、まあそれも期待の裏返しっていうのは大きいですよね、うん、まあ、島野さんの話だけどね、うん、まあ本当にやんちゃ坊主でもう門限なんていうのはあんまり守らない人なんですよ、うん、で僕に言うんですよ、12時過ぎに窓開けといてくれよって言って、ね、窓開けとくの、そこから出る人ってんですよ、そのぐらいやんちゃ坊主だった、ああどこ行っとったか僕知ってますけど、ね、言えませんけどねそれが今度は星野体制になるとしっかり管理する側に回ってっていう感じです、そうですね、でもガチガチに管理するようなことはしませんけど、それは手綱を緩めたり、なるほど、ある程度選手の立場に立っていながらっていう監督の間に入ったりということの方が多かったですね、なるほど、そういう意味では非常にこの方もまた気を使う方じゃなかったですか、いや気をつけてたと思います、ねえ、はい、でも星野さんがもうとにかく一目置くより、まあ、星野さんの拠り所にしてる人だったんで、 ある程度の意見はねしばらくの間はずっともう島田さんが言えば通ってましたけどね、あだから野球の技術を教え込む人じゃないんですよ、野球に対してなんていうのかな、いつも 100% 出せるようなコンセントレーションっていうんですか、頭の中をすっきりさせてくれる人です、だからプライベートのことで島野さんが解決してくれる、はいはい、それは星野さん自身もやってらしたことじゃないですか、やってました、その女性問題のことも聞いたことありますし僕、まあね、選手のいろんなことでねもういろいろですね、ありましたね、それはだからそれよりもその人脈、そっちの人脈は要するに島野さんの方が持ってたと思います、ああそうなんですか、はい、いろんなことをこう自然と沈静化させてたのが島野さんの力大きいですね、まさに参謀としてのっていうか、それで声を荒げるときには島ちゃんって言うわけですよ、怒るときに、それで島野さんも3つぐらい上かな年が、
星野さんより、うん、そうだね、はい、何回もやられると今度あの人ももうパニックになってくる、うん、お前来いって言われて、 僕に愚痴言われてお前から言ってこいって言われて、もう口数はそんな多くないですからね、島田さんはボソボソっていうだけで重みがありましたね。ねえ、情に脆いというか、一方でですからその、非常に徹した星野さんというのも監督としてはあるんですけれども、情に脆い涙脆い星野さんというのも何度も見てるんですけど、だから自分で背負い込む方ですからね、そのなんて見せたくないけども出てくるみたいな人ですよね。うるっときてるのは何度もありますよね。で、あれはCBC さんだったんですかね、あのビデオレターかなんかで今度こう、あ、それサンドラです、僕がでしょ、はい、で頑張りますと言った時もあれ涙流してましたもんね。サンデードラゴンズで開幕前に、そうですそうです、オープン戦が午後からあるっていうね、開幕直前のオープン戦で、その直前の朝9時か、あの時は9時か10時にやってたんですけれども、ね、ユニフォーム姿であの監督に出ていただいた時に、今中投手とか中村武史とかね、うん、あの監督僕を使わないと優勝はありません、ね、僕をぜひ使ってください、次から次選手のそういうメッセージを監督さんに見せたら、もう本当にうるうる来ちゃって、僕も放送人としてはやらしいんで、カメラアップアップっつって思わず言って、何がアップじゃーとか言われて、うん、真のなんか素の星野さんを見たような気が、そういう方でしたよね。でもね、あれが本当の姿ですね、うん、だからどこの球団に行っても、あの優勝した時に選手が監督の胸で泣くっていうシーンが星野さんだけでしょ、はあ、だから木松さんもそうだし僕らもそうですけど、あの額面通りの荒くれ星野がそのままだと受け取ってる人が世の中の人は多いんですけど、あのそうじゃない部分を僕らも見抜いてるし知ってるから、うん、そんなに怖いと思ってないですよね、木村さんも先輩ですし。全然そう思わない、うん、だから、うん、そんな荒くれの人間だというふうには全く思ってない、うん、木村さんが怖いとは思わんでしょうけど、僕ら年下でだからね、どっちかというとそういう部分が多いですね。でも面と向かっての仕事とかなんか関わってると早川さんのところに全部行っちゃうんで、うん、僕はそんなにあの叱られたことはないし、というかもうほとんどゼロにしてほしいんですけど、うん、なんかあると早川さんと一緒、だから全部を見て気がついたことは横にいる僕に言われるんですよ、お前から福田に言っとけとか。だから僕はここに言うときはもう注意じゃないですか要するにもう感情は普通の感情で言わざるを得ないじゃないですか、うんうん、だから監督が僕に来るときはもう感情がガーンってなる。ずいぶん早川さんが弱めて今度は伝えるという。そうですね。あの福田さん、ね、すみませんでした、すみますけどね。俺も直接ではねないと思う。本当に、まあ、みんなの何かのために、うん、しばちゃんとかね、キヤーンとか言って思うときがあるけど、うん、それぐらいですもんね。そうそう、あとはないですもんね。うん、時々あそこで西武で初めての日本シリーズで負けた時に監督土下座したじゃないですか、はい、コーチに。え、それを教えてください。要するに西武に負けた時に、はい、要するにホテルに戻ってきて開口一番土下座ですよ。みんなようやってくれたって言って、で池田さんが監督もういいです立ってくださいって言って、それ外には誰も知らないと思う。それはどうしてどうしたんですか。だからその自分より上のスタッフばっかりじゃないですか、ある意味。あ、島野さんにしろここに来ますね、池田さん、 さんも、うん、池田さん、うん、だからそういう人に、うん、あれこれって言って勝負に徹してきたわけですよ。はいはいはい、あ、そう言われればみんな上だね。え、そうです、上、みんな上だね。上の人ばっかりです。あのキャッチャーの加藤だけ下だね。あ、そうですね。あ、そう、もうあれも上みたいな顔してるじゃないだからそういう思いがあったんでしょうね。土下座ってのすごいですね、それができるってのも。目の前で見て、要するに勝てなかったのはもうわしの責任だっつって、うん、すまんかった、申し訳ないって言ってバッと謝ったですね。ほんで今までわーっと言ってたことがもうチャラですね、それでね。まあそんなことはそれ以外あんまりない。 ないですね。ないね。だから逆にそれはあのそこのスタッフが誰も言わなかったこともすごいなと僕は思いましたよ。誰も言わなかったってこと、外に言わなかったって、外に出なかったですもんね。
そうでしょ、うん、もちろん初耳ですからそんな話、はい、あ、そう、はい、こうだったであだったでっていうのは表に出てないですもんね。ああ。